ケンシロウとの死闘は相打ちに終わった。ラオウは戦いで傷ついた体を癒すべく一旦身を隠す。その隙に勢力を拡大したのは聖帝サウザー。ラオウと同じく天を捕まんとするナントの小生、飛行が効かぬ帝王の体を持つ男。その謎の前にラオウと互角に戦ったケンシロウも敗れた。ラオウは傷つき荒野に倒れていたケンシロウを救い、驚くべき成長を遂げたこの末帝にサウザー打倒を期する。そして再びケンシロウがサウザーに挑む時が来た。ラオウはサウザーの謎を知るという時とともにケンシロウの道を開くため聖帝軍を掃討する。サウザー、ウヌの増長もここまで。聖帝軍100人はいるか。回復を図る稽古台にもならぬわ。第3話、北斗の星騒ぐ。剣王恐怖の伝説は今より始まる。早くケンシロウさんを探さなくては。逃さんぞ。皆殺しにと言われてるんだな。ケンシロウ、道を開いておくぞ。なんということだ。これでここに。あとは頼みます。これより先は二手に分かれて進もう。
キャラがおっぱいよ。にもならぬわ。
んの野郎、俺たちに手を出す気か。兄弟を唱えたぞ。まとめてぶちのめしてやれ。
質な奴らよ。さすがだな、ラオ。門は私に任せてくれ。
聖帝十字寮の土台にしてやるわ。私たちの役割はここまで。あとは二人の勝負を見届けるのみだ。何人もこの剣王を褒めることはできぬ。